ボローニャ。ボローニャは、イタリア共和国北部にある都市で、その周辺地域を含む、人口約39万人の基礎自治体、コムーネ。エミリア・ロマーニャ州の州都であり、ボローニャ県の県都でもある。アペニン山脈とポー川の間にある、ポーカワタニに位置する。1088年に創立されたとされる、西欧諸国で最古の大学ボローニャ大学。 ラテン語名アルママーテル・ストゥリオルムがある。標準イタリア語以外の言語では、以下の名称を持つ。ボローニャ県の中央部に位置する。ボローニャの市街は、モデナから南東へ 38km、フェラーラから南西へ 44km、ラベンナから西へ 69km、フィレンツェから北へ 81km の距離にある。隣接するコムーネは、以下の通り。 ボローニャの周辺地域では、紀元前9世紀頃には低住民が暮らすようになった。彼らの文化はと呼ばれ、紀元前6世紀頃まで続く。なお、この、ビラノーバ文化という名称は、19世紀にボローニャ近郊のビラノーバ、カステナーゾ市で発掘調査が行われたことに由来する。紀元前7世紀から紀元前6世紀にかけて、この地域には、 エトルリアの影響が及び、住民もウンブリ人から、エトルリア人に移り変わった。エトルリア人の時代、町は、フェルシナ、の名で呼ばれた。紀元前四世紀、ボローニャとその周辺地域は、ポーガワイ北からやってきた、ケルト人、ガリア人の一部族、ボイ族によって征服された。短い構想の期間を経て、ボイ族はこの地に定着して、エトルリア人と混合した。 近代の歴史学者は彼らの文化をガリアエトルリア文化と呼んでいる。アペニン山独のモンテビベレ・モンテレンツ洋町はその代表的内籍である。ボイ族による支配は紀元前196年にローマ人によって破られるまで続いた。ボイ族を恥とするガリア人はテラモンの戦い紀元前225年でローマ人に大敗を喫し、やむをれず、 ローマ人の影響を受け入れることになった。しかし、ポエニ戦争に際して、ガリア人は、ローマに反旗を翻し、アルプスを越えたハンニバルを支援して、不評提供した。カルタゴ人の敗北は、ガリア人の自由の終わりでもあった。ローマ人は、ガリア人の多くの町や村を破壊した。モンテビベーレもこの時に破壊された。破壊にした町に代わって、ローマ人によって、 紀元前189年頃に植民地であるボノニアの都市を建設した。この植民地への移住者の中には、執政官、コンソルのルキウス・ワレリウス・フラススに率いられたラテン人の3千世帯が含まれていた。ガリア人はローマ人の中に吸収されたが、彼らが使っていたケルト語の影響はボローニャ方言の中に残っている。 紀元前187年には、アエミリア街道が建設されると、ボノニアは交通の要衝となり、フラミニアミノール街道によって、アレッツォとアエミリアアルティナーテ街道によって、アクイレアと結ばた。紀元前88年、市はムニキピウムとなった。市は6つのカルディと8つのデクマに、交差、する道路で構成された直線的な街路設計が行われ、 これらは今も見分けられる。ローマ帝国時代の都市の人口は1万2千人ないし3万人であった。最盛期にはイタリア第二の都市にして、帝国内でも最重要の都市の一つであり、多種多様な神殿、公共浴場、劇場、アリーナがあった。地理学者はボロニアをイタリア内の裕福な五都市に含めた。クラウウス時代に市は火事で損傷したが、 ネロが、紀元一世紀に再建した。ローマ帝国の水亡後、この地はおどわける。東ゴート王国のテオドリック、東ローマ帝国の支配下に置かれた。ランゴバルド王国のハントに収まった。ランゴバルド人はこの都市を軍事拠点として用いた。七百七十四年、フランク王国のカール大帝によってこの都市は占領され、ローマ教皇に寄進された。 長い衰退の後、ボローニャは五世紀、ペトロニウス、後に劣勢が死去を務めた時代に生まれ変わった。ペトロニウスは聖ステファの教会を建てた。ローマ帝国衰退後、ボローニャはポーヘイヤにあるラベンナ総督府の辺境要塞となり、城壁の列で守られていた。しかし古代ローマ都市の廃墟は囲まれなかった。728年、市はロンゴバルド族の王、 リュート・プランドによって攻略され、ロンゴバルド王国の一部となった。ゲルマン人征服者たちは、聖ステファノの教会複合施設近郊で、アッ用ツヨーネ・ロンゴバルダと呼ばれる地区を作った。この地区には786年にカール大帝が滞在した。11世紀、ボローニャは自由中世コムーネとして、再成長をはじめ、1164年には新生ローマ。 皇帝フリードリヒ一世に対抗するロンバルディア同盟へ加わった。1088年、ステュディオと呼ばれるボローニャ大学が創立された。これが今やヨーロッパ最古の大学となり、イルネリウスのような名の知られた中世の学者、ダンテ・アリギエリ、ジョバンニ・ボッカッチョ、フランチェスコ・ペトラルカといった学生らを誇る。十二世紀、死の拡大は新たな城壁一列を必要とし、 別のものは14世紀に完成した。1256年、ボローニャは天国法を宣伝した。この法律は公共の資金を利用して、封建的濃度廃止と奴隷の解放を訴えていた。当時の市中心部はおよそ180という塔で埋まっていた。この塔は有力者家族によって建てられ、他には有名な公共の大邸宅、教会、修道院、寺院があった。 1270年代のボローニャの政治は、官職名として使えていたジェノバ出身の政治家、外交によって支配されていた。当時のイタリア都市の大半同様、ボローニャは、強硬派と皇帝派に関係した内部構想によって引き裂かれていた。この内部構想は、1274年、皇帝派のランベルタッチ家の追放が引き金となった。1294年、 人口の多い順に、コルドバ、パリ、ベネツィア、フィレンツェ、ミラノに次いで、ボローニャは、欧州で、第五か第六の大都市で、6万人か7万人の人口があった。1325年のモデナによるザッポリーノの戦いでの激突後、ボローニャは、衰退をはじめ、14世紀初頭には、ローマ教皇の保護を依頼していた。1348年、 国史病大流行の最中、死の人口およそ3万人が死んだ。タテオ・ペポリ、治世、1337年1347年による幸福な支配の後、ボローニャは、ミラノのビスコンティケのものになった。しかし、1360年に、数奇教ジルデ・アルボルノスの勢力圏だった、強領へと返還された。続く年月には百七十七年のような、 共和制政権の交代が見られた。ボローニャの有力貴族らが互いに血なまぐさい戦いを続けるのに忙しい間、この政権はサンペトロニオ大聖堂の建設、メルカンティのロッチや、そして教皇庁、またはビスコンティ家復古主義者らへの処置に責任を負った。15世紀半ばにベンティボーリオ家がボローニャ支配権を獲得し、サンテベンティボーリオ、治世。 1445年1462年、治世1462年,14年1506年が支配した。この時代は著名な建築家や画家が存在し、彼らがボローニャを真の芸術都市にした繁栄の時代だった。ルネサンス時代、ボローニャは、秀でた女性であればどんな専門的職業にもつけた唯一のタリア都市だった。ボローニャの女性は、 イタリア他都市の女性に比べて大きな自由を持っていた。一部の女性は大学で単位を得る機会すら持っていたのだ。序盤に二世の治世が1506年で終わると、ローマ教皇ユリウス二世軍はボローニャを包囲し、自分の宮殿用にと芸術作品を略奪した。この頃からボローニャは教皇領の一部になり、数奇教に支配され、 毎回2ヶ月間選出される、ゴンファロニエーレ、裁判、官が、議員となり、8人の長老コンスルがそれを補助した。1530年、サンペトロニオ大聖堂正面で、神聖ローマ皇帝カール5世が、教皇クレメンス7世によって退官した。16世紀終わりに、ペスト流行があり、人口を7万2千人から5万9千人へ減らし、 1630年には4万7千人だったが、死の繁栄は続いた。人口は後に回復し、6万人から6万5千人で固定された。1564年、大学の所在地であるに沿ってネットゥーの広場と番機、広場が建設された。教皇領時代の支配は、多くの教会やその他の宗教施設が建設され、古いものが修繕された。 ボローニャには九十六箇所の修道院があり、これはどのイタリアと都市よりも多かった。この時代にボローニャで活躍した芸術家らはアンニーバレカラッチ、ドメニキーノ、グエルチーノといったヨーロッパに巧妙をとどかせたモノらを含むボローニャ派を形成した。ナポレオン・ボナパルトが台頭すると、ボローニャはチスパダーナ共和国の首都となり、続くチサルピナ共和国と、 イタリア王国時代にはミラノに次ぐ第二の都市となった。ナポレオン没落後、ボローニャでは強硬朝支配が復活したが、1831年と1849年には、1860年まで死を支配したオーストリア帝国の駐留兵が一時的に追放されるほどの反乱が起こった。1857年に強皇ピュス旧姓はボローニャを訪問したが、 市は1859年6月12日にサルデーニャ王国への併合に賛成し、イタリア統一運動に合流した。新たな政治状況のもと、ボローニャはその文化的重要性を高め、商業、産業、通信の重要拠点となっていった。人口は再び増え始め、20世紀初頭には新たに、増えた人口に対処するために、古い史壁が一部を残して破壊された。 第二次世界大戦において、イタリアが連合国軍に降伏し、イタリア北部がイタリア社会共和国とドイツ軍の影響下に入った1943年以降、ボローニャはドイツ軍の重要な輸送拠点だった。その結果、1944年1月29日にアルキジンナジオカを襲った空撃によって、バルトロメオチェイジの手によって書かれたフレスコ画の 大部分は失われ、1945年4月21日のアメリカ陸軍第34不評師団によるボローニャ攻略は、ポーガワタニを解放し、ドイツ軍の北イタリア防衛戦の崩壊につながった。第二次世界大戦後は、東西冷戦の中、1960年代から1980年代にかけてエンリコベルリンゲル書記長のもとで、 高い人気を誇ったイタリア共産党を中心とした、左派革新政党が姿勢を握ることとなる。その結果ボローニャは革新派のショーウィンドウを溶かし、左派革新政党がボローニャの財政状況を無視し、バスの時間限定無料化や、高齢者のバカンスの無料化などの様々な革新的な施策を、不舞台となり、財政状況が悪化し、中央政府から、 多額の資金援助を受けることになった。このようにボローニャはフィレンツェと並び、イタリアにおける左派勢力の画像となったものの、これらの左派勢力とイタリアの左傾化、共産化を危惧したイタリア社会運動やロッジピーニなど、右派勢力の思惑が衝突する舞台となってしまう、悲劇にも見舞われた。1980年8月2日に、 極右勢力が仕掛けた強力な爆弾がボローニャ中央駅で爆発し86人の死者を出したボローニャ駅爆破テロ事件。そのわずか2ヶ月前にはボローニャ発のイタビア航空870便が疑わしい状況の下で空中分解する事件が起きた。九百九十年代に入り冷戦が崩壊した後にはこのような対立は収まったものの現在も 革新政党が比較的高い人気を保ち続け、今もウラジミール・レー・ニン王通りなど、左派革新政党前世紀の名残が市内の至るところにその痕跡を留めている。現在のボローニャは強力な工業都市としての伝統と交通の要所であることからイタリア有数の繁栄した都市となり、イタリア国内での生活の質の高さは常に10位以内に入る。また、 観光資源の豊富さとアクセスの良さから観光地としても栄えている。ボローニャはイタリア国内の非常に重要な鉄道、自動車道のハブである。市内のフィエラ地区は展示区域として知られ、モーターショーの美容化粧分野のといった国際展示会が開催されている。ボローニャとその都市圏には機械、食品、電気の重要な工場、 重要なリテールと卸売防衛企業といった部門を抱える。ボローニャは厳密にはおよそ40万人の人口を抱え、都市圏にはおよそ100万人が暮らす。また、11世紀創立の有名なボローニャ大学には10万人を超える学生がいる。19世紀初頭まで大規模な都市再建計画が着手されず、ボローニャは欧州有数の保存状態の良い中世都市に、 数えられている。今日、歴史的価値において一風変わった存在である。1944年には、かなりの空爆を受けているにもかかわらず、ボローニャ歴史地区は、ルネサンス、バロック時代の重要な芸術作品の豊かさを、とどめている。ボローニャは、エトルリア人とし、そしてローマ植民地として、エミリア街道に沿って発展してきた。エミリア街道は、今もストラーダマッチョーレ。 リッツーリウーゴ・バッシ、そしてサンフェリーチェという通り名に変わって市内をまっすぐ走っている。そのローマ時代の遺産のため、ボローニャ中心の通りは、ローマ人定住地の五番の目模様に、従い現在広範囲に敷石が敷かれている。原型のローマ時代の城壁は、一部が今も見られる高さのある中世の防衛設備によって取って変わられた。そして、 最後の城壁は13世紀に建てられ、これらの多くの部分が現存する。20以上ある中世の防衛用島は一部が危険な状態に傾いており、200年以上経った残りの党は今世紀に再建され、統合された市政府によってセキュリティが付けられた。ボローニャは数多くの重要な境界がある。都市景観はさらに優雅であり、長く伸びた。 アーケード、またはポルチコ、屋根付き中楼などで市を有名にしている。市の歴史地区にあるアーケードは、全長で3 8トルある、厳密には4 5トル以上。降雨、降雪、または真夏の日差しを避けて長い距離を歩くことが可能である。サンルカのポルチコは、サラゴスサモンにつながっていて、中世に、旧社壁に12カ所の門が建設されており、その一つ、 全長7 5トルある。マドンナディサン、ルカ教会は、市街の外側である、コッテデッラ、グアルディア地区、警備の丘にある。教会は11世紀に建てられ、14世紀と18世紀に、さらに拡張された。内部には、数点の傑作が含まれるが、おそらく最も重要なのは、聖母子とルカを描いた絵画であろう。この教会へ向かう、最適の方法は、 徒歩となる。蒸気のポルチコを歩いて行けるのである。欠片の気候区分では、温暖湿潤気候に区分される。降水量が最も多いのは春と秋で、冬場は日照が少ない一方、夏場は日照が多く降水量が少ない地中海性気候の様相も呈する。夏場は乾燥した暑さが続き、摂氏30度を超える日が多くなる。数世紀以上。 ボローニャは多くのニックネームを獲得してきた。学問都市、ラドッタは有名な大学にちなみ、非満都市、ラグラッサはその食文化にちなむ。赤い都市、ラロッサとは、もともとは歴史地区の屋根の色を指す言葉だった。しかし、このニックネームは第二次世界大戦開戦後の死の政治的状況とつながった別名でもある。1999年に、 中道右派の市長が選出されるまで、市は社会主義と共産主義の画像として有名だった。中道左派がセルジオ・コフェラティを選出した2004年市長選で勢力を再獲得した。ボローニャは公共交通の自由化構想の経験をした最初の欧州都市の一つである。別のニックネームにカゴの都市がある。通常のイタリア都市であればサッカーが盛んなところ、 ボローニャがバスケットボールに取り付かれている。市の一、二を争うバスケットボールクラブチーム、ホルティクド・ボローニャとビルトゥス・ボローニャの対戦は激しい。スポーツも盛んであり、ヨーロッパ屈指の強豪であるアイビエル・フォルティチュード、ボローニャ1953を擁し、またサッカーの人気も高く、ボローニャ FC は現在、セリエ A である。ボローニャは2006年5月29日、 ユネスコによって音楽都市として登録された。ボローニャにはグリエルモ・マルコーに国際空港がある。この空港は2004年に拡張された結果、さらに大きな機体を収容する滑走路が整備されたイタリア有数の繁忙空港となっている。2007年は4000万人以上が利用した。イタリアの国土を南北。 また東西に結ぶ複数の高速道路が市内と市街地を通っており、ボローニャの活発な製造業と合わせ、イタリアの流通の要所としての顔を合わせ持つ。ボローニャ中央駅は市の重要な一営にイタリア最重要のハブ駅とみなされている。ボローニャの各駅は1980年8月に85人もの死者を出した極右爆弾テロ事件。 ボローニャ駅爆破テロ事件の慰霊碑を備えている。ボローニャの2007年の人口は37万2256人だった。そのうち46.7%が男性、53.3%が女性だった。若年層は人口の12.86%、イタリア平均18.06%、年金生活者は27.02%、 イタリア平均19.94%だった。平均年齢は51歳、イタリア平均42歳である。2002年から2007年までの5年間での人口増加率は0%、イタリア平均3.56%である。最近の出生率は人口1000人に対し8.07人、イタリア平均9.45人である。2006年の調査では 人口の91.88%がイタリア人だった。最大の移民グループはルーマニア人とアルバニア人である。その他フィリピン人の多い東、アジア系2.82%、バングラデシュ人の多い南アジア系1.39%である。大ボローニャ都市圏の人口は100万人である。ボローニャは美食の都として知られている。スパゲティのソースとして、 広く知られるボロニエーゼは、肉をベースとしたパスタソースで、イタリアではラグーアッタ・ボロニエーゼのラグーがラグーアッラボロニエーゼとされている。肥沃なポーガワタニに位置し、豊富な地元料理は、肉とチーズを多用する。エミリア・ロマーニャ州全土で、プロシュート、モルタデッラ、いわゆるボローニャソーセージ、サラーメといった豚肉加工品の生産は、 地元食品産業の重要な部分となっている。近郊のブドウ畑では、ピニョレット、デーコリディボロネジ、ランブルスコディモデナ、サニオベーゼリロマーニャといったワインが知られる。タリアテレアルラグー、ラザーニャ、スープの中に使われるトルテッリィに、ボローニャ特産ソーセージのモルタデッタは、地元料理の代表である。ボローニャ大学は1088年創立で、 ヨーロッパ最古の大学であり、中世を通じヨーロッパの英知の中心地であり続け、キリスト教国から学者を引きつけてきた。装飾を施された写本と、13世紀から14世紀に、賭け市内で作られた法学者の墓によって、中世美術のユニークな遺産の判例となった。これらは有名な中世の研究所に対する文化的背景を提供するものである。スディウムは、どの講師も、 ここの学生から手当を集めて教育する制度を緩やかに組織したもので、もともとこの大学から知られるようになった。初期の大学のステディウムの状況は、市の至るところに広まって、多様なカレッジが特殊な国籍の学生を支援するため、創設された。ナポレオン時代、大学本部は、市中心部から北東部である、現在のビア残暴に移された。今日、 大学の23の学部、68の学科、そして93の図書館は市を越えて広がり、チェゼーナ、フォルリ、ラベンナ、リミニに4つの文校がある。大学に在籍していた学生の中で有名なのは、ダンテ・アリギエーリ、ペトラルカ、トマス・ベケット、教皇・ニコラウス・ゴセイ、エラスムス、ピエトロ・ベルミリ、コペルニクスらである。年に任命されたラウラ・バッシュは、 ヨーロッパの大学で公式に講義を命じられた初の女性となった。さらに近世ではルイージ・ガルバーにグリエル・モ・マルコーにも大学で活動した。ボローニャ大学はイタリアで最も尊敬され活動の盛んな高等教育機関の一つにとどまっている。ボローニャ大学ができた日からボローニャは今も大学都市であり続け、市の人口は 楽器に講義が行われる時には40万人から50万人以上に膨れ上がる。大学の植物園は1568年に作られた。これはヨーロッパで4番目に古い。ボローニャには以下の分離集落、フラツヨーネがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。